ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるから、うろうろしようかな。こんにちは。ゆっくりーずストレンジパート9始まります。ボールゼックスクラブのパーティー、前回はクロエと銃で遊んでいたところをフランクに見つかってしまったところで終わりました。ジャスティンはいつも眠そう。今回はクロエと別れ、学校から物語が続きます。ウェルズ校長っていつも大変そう。ああ、マックスか。また銃がどうこうとかいう話じゃないだろうね。そうですけど。どうこうって、姉さんは本当に銃を持ってたんです。本人と話しましたか？ああ、非常に憤慨した様子だったよ。無理もないだろう。事実関係が明らかになるまで君は勉強に専念していなさい。そんなことを言われても。この学校には危険なことなど何もない。警備主任が導入した新システムのおかげで校内の安全は保たれている。導入したんですね。昨日マドセン主任がケイトに嫌がらせしてました。マックス、証拠にもなくまたそんなことを言うのかね。校長先生こそ何が言いたいんですか？人の言動をあげつらうだけなら誰にでもできる。姉さんの次はマドセン主任か。いい加減にしなさい。これ以上の話は無駄だ。事実を指摘されると怒るっていうのは本当みたいですね。あ、マドセンがいる。無視して教室に行きましょうかね。マックス、少しいいか。え？何事ですか？昨日のクロエとの件についてだが。マックスは見られていないはず。クロエを殴ったでしょ。クロエから聞いたんだな。その時、俺の銃を盗んだとも言わなかったか？元軍人なのに、クロエが怖いんですか？あの子が心配だから言っているんだ。俺があれくらいの頃はもっとひどかった。クロエもここの生徒たちもそれに比べたらずっとマシだ。ケイト・マーシュも。唐突な自分語りはやめていただきたいのですが。ケイトにひどいことしたくせに。余計なことを言ったな。例の動画のことは知っているだろう。それでケイトに詰め寄ったんですか？その証拠写真もあるんですよ。憶測だけで物を言うな。生徒の安全のためにカメラの設置を提案しただけで偽善者扱いか。監視カメラで安全が守れるとは思えない。ならグラント先生の署名運動で行方不明の生徒が見つかるのか？レイチェルを見つけるのは警備主任のあなたの仕事じゃないんですか？それともレイチェルのことで何か隠してるとか？お前と口論するつもりはない。言い争いはもうたくさんだ。話は以上だ。大体こういう事件は警察の出番じゃないんですかね。ウォーレンさんからメールだ。科学教室に向かうんですね。了解です。時間あるし、ウォーレンに会いに実験室に行こうかな。教室はここですね。グラント先生はいい人だし、頭がいい。本物の先生。先生、机低くないですか？こんにちは、フス。グラント先生。マックス、いいところに来てくれたわね。監視カメラ設置に反対の署名をしてくれてありがとうね。大事な一票よ。もう設置されてるっぽいんですが。署名運動は順調ですか？署名に協力してくれてありがとうね。本当に助かったわ。みんな SNS を見るのに忙しくて署名どころじゃないのね。そうやって大事なことから目をそらしている隙に、いつの間にかプライバシーが奪われていくのよ。でもこれでカメラの設置が取りやめになるといいですね。あなたのような賛同者がいれば大丈夫よ。そうすか。私は今秋ならではの写真に夢中で。先生も秋が一番好き。季節が移り変わるのはいいものね。この学校のキャンパスは特に綺麗だし、ジェファソン先生もよく写真を撮ってるわ。へえ。ジェファソン先生はどんな人ですか？才能豊かで教師としても優秀よ。この学校では私の方が古株だけど、名物先生といえばジェファソン先生ね。それに本格的な秋はまだまだこれから。そうですね。昨日の雪ですけど、科学的に見てどう思いますか？説明のつかない気候の変化。ネイティブアメリカンは違う解釈をするでしょうけど。すみません、私そろそろ行かないと。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。先生と仲がいいのはいいことです。様々なメリットがありますからね。あ、
ウォーレンさんがいました。どっちかな。魔術師さんが頑張ってる。こんちは、ウォーレン。大丈夫？浮かない顔して悩み事？マックス、ちょうどいいとこに来てくれたね。ちょっと実験のアドバイスが欲しいんだ。ウォーレンにもわからないなら無理だって。カリウムとナトリウム、どっちを入れたらいいと思う？教えて、マックス博士。ジェ、ナトリウム。そうだな。じゃあ、ナトリウム。本当に？マックス様のご信託を信じるよ。それじゃあ、仰せのままに、ナトリウム投入！どうなるんでしょうね。ダメだ。失敗。変化なしだ。ジェ、時を戻して、マックス。ウォーレン、次はカリウム投入ですね。なんで私に聞くのかわからないけど、そうだな、カリウム。はい、カリウムね。うまくいったらハグしてあげるよ。お、おっかしいな。爆発しましたね。ダメダメ科学者だな。これも失敗です、マックス。答えを先生に聞きに行きましょう。こんちゃ。グラント先生。ごきげんよう。答えを教えてください。先生、ちょっと聞いてもいいですか？くだらない質問かもしれないけど。あら、くだらない質問なんてないのよ。何かしら。今週の実験なんですけど、先生ならカリウムとナトリウムどっちを入れますか？それじゃ何も起きないか爆発するだけよ。塩素を試したら？すみません、私そろそろ行かないと。それじゃまた今度話しましょう。近いうちにね。普通に答えを教えてくれるんですね。学部が違うからかな。おい、わかったぞ。カリウムを大量に入れるんだよ。カリウムをたくさん入れてみたらどうかな。どっさり山ほどね。なんか目が輝いてるね。科学者の顔になってるよ。よし、やってみよう。ワクワク。ちょい離れようかな。危ないね。やらせておいてなんだけれども。ああ、してやられたよ。面白かったっすね。すっげー楽しかったな。でもこの実験のことは我々だけの秘密にしよう。そうですね、マックス。ワールド！塩素を入れてみ。ウォーレン、カリウムもナトリウムも外れだよ。塩素を入れるのが正解。塩素か、思いつかなかったな。でもその自信は信用に値する。やってみよう。先生に聞きましたから、必ず正解するでしょう。大正解だ。ありがとう。私は何も。コールフィールド博士のお手柄だよ。はいはい、ブレイクスルーおめでとう。あ、写真いいっすか？ピース。いいものが撮れました。ちょっと楽しかった。ウォーレンはオタクモード全開の時、いい感じ。さて、自分の教室に向かいましょうかね。お、君は構ってほしいだけじゃないのか。ケイト、僕の立場も分かってくれ。私の立場は分かってくれないの？あらら、どうしたんですかね。先生、いろんな問題のある生徒の相手してるんだろうな。それじゃ。ああ、マックス、ちょっといいかな。はい。元気がないな。何か心配事か？ジェファソン先生、今いいですか？今日こそ課題を提出してくれるのかな。それとも何か別の話かい？実は折り入って相談が。ケイトのことが心配なんです。僕も心配だ。ケイトのことで何かあるのかな？いろいろ悩んでいるみたいですよ。マドセン主任がケイトに嫌がらせをしてるのを見たんです。ケイトは怖がってました。マドセン氏は警備と恫喝を取り違えている。ケイトはかわいそうだが、校長に報告するにも証拠がないと。実はその時証拠の写真を撮ったんです。授業後に見せてくれ。写真を撮るとはプロ意識が高いな。いずれにせよ、この件は学校側にきちんと報告する。例の動画のことは知っているね。B
ビクトリアは URL まで暗記しています。ケイトは取り乱しています。毎日嫌がらせをされて宿題も手につかないぐらい。ケイトにも問題があったのでは。彼女の説教が疎まれていたのは事実だ。隠し事をしているようにも見える。ケイトと直接話したかい？はい、今朝電話で話しました。こんな時は友達が支えてあげないと。ケイトまでレイチェル・アンバーと同じになってほしくないんです。レイチェル・アンバーとケイトに何の関係があるんだ？街中にビラが貼ってあるので、どうしても頭をよぎってしまって。レイチェルのことは気がかりだが、君は自分の心配をした方がいい。ウェルズ校長から女子トイレでのことを聞いたよ。聞かる？本当のことです。ネイサン・プレスコットが女子トイレで銃を持ってて。マックス、これは冗談じゃ済まされないぞ。私が嘘ついてるって言うんですか？作り話なんてしませんよ。だといいんだが。ただここ数日、君の周りではいろいろあったようだからね。でも先生、私本当に。ちょっと失礼。もしもし。ああ。ああ、ちょっと待って。すまない、大事な電話だ。教室に入っていなさい。どれ、ちょっと盗み聞きでもしましょうかね。何話してるんすか？ああ、わかった。ところどころすげえネイティブに英語話しますね。だから、もうすぐ授業が始まるんだ。切るぞ。切れてるみたいなので教室へ。あれ？一番うっとうしいやつかましてくれちゃってますね。校長先生にあのことを言ったのに、どうして退学になってないの？スーキーパネー。無視されてる。でも、昨日話せてよかったな。ポジティブすぎる。マックスの話なんか、誰も聞きやしねえっつうのに。聞こえるよ。聞こえるって、目の前にいますけど。ビクトリア、気をつけろよ。汚ねえタレコミ屋のお出ましだぜ。私と親友になれたとでも思ってた？思ってないよ。ただのかまってちゃんだからな。何でもいいけど、そこどいてくれる？どうぞ。記念に自撮りでもすれば。いいかてめえ、覚悟しとけよ。何を？何なの？嫌な奴らです。あ、ケイトだ。どうしてデイビッドがケイトの写真を？意味わかんない。何がしたいの？コレクターなんじゃね？盗撮写真の。授業始まりませんね。先生はまだ電話しているのでしょうか？今いいかな。ウォーレン、ケイトを見かけたけど目真っ赤だった。ケイトは今ちょっと大変で。何も言わないし、かける言葉もなくて。そこの君、このクラスの生徒じゃない。早く出なさい。他のみんなは席について。じゃあ後でね。今日も話すことがたくさんある。さて、みんな揃ってるか？ケイトはどうしたんだ？あら、有名人は大変ですね。具合が悪いって言ってました。ネットで拡散されている動画が話題になっているようだな。映っているのはある生徒、友達かもしれない。自分の実像とかけ離れたイメージが世間にさらされるのはどんな気分だろう。自分の欠点から目をそらし、他人を批判するのは簡単だ。リアリティショーの影響もあるだろう。だが、批判すべきは自分自身の行動だけだ。例えばコンテストの課題、提出せずに後悔するのは自分だぞ。まだ出してない人がいるな。マックス、君もその一人だ。さて、みんなシラバスを読んできたな。今日のテーマはキアロスクーロだ。光と影のコントラストを指す。これによって写真には視覚に訴える力が宿る。陰と陽の関係とも言える。モノクロ写真は白と黒のコントラストによって魅力を発揮する。まあ厳密には。おい、女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ、邪魔をするな。みんな勝手に席を立つんじゃない。
みんな言うことを聞きませんね。まったく。まあ、出ていきますよねって。信じられない。やばいことになってるぞ。そこまで思い詰めることないのに。なになに？ケイト！ダメ。どうしよう。助けないと。やばいっすね。今からでも駆けつけられるかな？早くケイトの元へ向かいましょう。ああ。死なせない。絶対に。マックス。やばい。また、なんでこんな時に。どうにかしなきゃ。もう何回も巻き戻せないよ。マックス。あれ？声が、遅れて。聞こえてこないよ。っていうか本当に、マックス。ザ・ワールド！ですね。行かなきゃ。早く。行かなきゃ。前へ。前へ。進まないと。すごいです。完璧に時が止まっています。そうか。止まった時の中で物を動かそうとすると、無限大のエネルギーが必要らしいので、鳩とか人とかは動かすことができずに、通行の障害になっていますね。寮の扉はこの状況で開くのでしょうか。窓線も固まっています。開くんかい？間に合った。これでなんとか助けることができるかも。もうちょいでケイトの元へ行けます。時を止める効果が切れた。マックス、何しに来たの？来ないで！なら飛び降りるから。そんな、力が使えない。巻き戻せない。失敗したら。おしまいだ。何しに来たの？また昨日みたいに写真撮る気？証拠だっつーの。しつこいな。ケイトのために証拠写真を撮ったんだよ。スクラップブック用の写真が欲しかっただけでしょ。今だってそうなんじゃないの？違うよ。私はケイトの味方だって分かってるでしょ。こんなのケイトらしくないよ。こうするしかないの？もう死なせてよケイト、諦めちゃダメだよ。私と一緒に乗り越えよ。力になるよ。ホワイトボードの落書きだって私が何度も消してきた。マックスが気にかけてくれるのは嬉しいよ。少し救われる気がする。ずっともだから。私がいつもそばにいるから。これからは友達が最優先って決めたの。電話で話した時は少し安心した。マックスは親身になって聞いてくれるから。ケイト、私を信じて。そこから降りてこっちへ来て。力になれるから。嘘じゃない。今朝だってシャワー室の鏡に動画のリンクが書いてあったから私が消したんだ。そんなこと言われたって信用できないよ。今朝相談した時何もするなって言ったじゃない。時期だな。証拠とか欲しいし。今ネイさんがケイトに薬を飲ませた証拠を集めてるの。被害者は他にもいる。犯人を捕まえるために協力して。ネイサン・プレスコット、あの男ならありえるけど。証拠は見つかったの？もうすぐ揃うよ。そしたら警察に行こう。私たちで学校の安全を守るんだ。ありがとうマックス。この1週間で初めて希望が見えた気がする。辛い時に支え合うのは当然だよ。お願い、そこから降りてこっちへ来て。お願い、こんなの間違ってるよ。マックス、今毎日が悪夢なの。このまま目が覚めないなら永遠の眠りについた方がマシ。
これでまたネットにばらまくネタができて、みんな大喜びでしょ。一度乗ったら二度と抜け出せないなんて、本当にクモの巣みたい。過去に戻って全部消せたらいいのに。マックスでも長い時間は戻せないしな。私と一緒にいじめる奴らと戦おう。二人で力を合わせればきっと勝てるよ。本当に勝てると思う？私もう奇跡なんて信じられないよ。私は信じるよ。それはケイトのおかげでもある。こっちに来て全部説明するから。マックスは本当に優しいんだね。それが私を説得するための嘘だったとしても、それでもいい。ありがとう。友達だもん。だからこっちへおいで。ダメ、やっぱりこれ以上生きていけない。家族がいるでしょう。ケイト、お父さんからのハガキを見たよ。すごく愛されてるんだね。お父さんはケイトの味方だよ。そうだね。迷惑かけたけど、それでも父さんだけは私を信じてくれる。ほらね、ケイトは一人じゃないよ。こんなこと誰も望んでないよ。まだ終わりじゃないよ。ケイトにはまだ果たさなきゃいけない使命があるはずだよ。私なんかもうこの世に必要ないよ。本を見ましたよ。すべて労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何時らを休ません。マタイ福音書11章28節、私が大好きな一節だよ。ケイトは大事な友達だもん。この一節が好きなこともちゃんと知ってるよ。ごめん、バカだった。ケイトはバカじゃないよ。私の大事な友達だよ。よかった、よかった。今日の一件は実に遺憾だが、登校が一丸となり一人の女子生徒の命を救ったのは誇らしいことだ。ケイトを説得したマックスの功績は計り知れない。私は何も。おっしゃる通りです。マックスはヒーローだ。何がヒーローだ。校長として私には生徒が健全な学校生活を送れるよう管理する義務がある。学びの場でこのようなことが起きたのは遺憾極まりない。マドセン君、屋上のドアは警備上常時施錠しておくことになっていたはずだ。しかし今日はどういうわけか鍵が開いていた。これは警備主任である君の責任だ。ジェファソン君、生徒一人一人の状態を把握するのは難しいだろうが、ケイトは君の授業の助手をしていた。何か気づけたはずだ。ネイさん、君はボルテックスクラブのパーティーを主催しており、前回はケイトも参加していた。君にもいくつか聞きたいことがある。マックス、まず君からなぜ屋上へ行ったのか説明してほしい。事前にケイトから何か聞いていたのかね。知っていることをすべて話しなさい。ザ・ワールド使いました。はい。授業が始まる前、ケイトはジェファソン先生と話してて、泣いているのを見ました。ジェファソン君、ケイトは君の助手を務めていたね。はい。彼女はこのところ塞ぎ込んでいました。例の動画が原因だと思います。私も非常に心配していました。ケイトは親身になって話を聞いてくれるのはマックスだけだと言っていた。動画撮られてんのにハメ外すからだろ。はあ、ケイトは完全に被害者だよ。全くその通りです。マックスの言う通りですよ。私は力になりたかったが及ばなかった。これは実に由々しき問題だ。世間もすでに今回の一件に注目し始めている。君はサンフランシスコでの日常ヒーローコンテストに出席しない方が良さそうだ。本気ですか？ああ、コンテストに悪いイメージがついては困る。事の成り行き次第では君の懲戒処分も視野に入れる必要があるだろう。承知しました。
生徒一人の命を考えればそういった措置は当然です。別の職員についても調査しては、マックスから窓選手人の話を聞きました。それはマックス本人に聞くとしよう。証言は全て調査対象となる。ではマックス、今話した内容が全て真実であることの証明として書類に署名をしなさい。頭が痛いけどもう一度力を使えそう。頭が痛いので能力はもう使いません。ごめんね先生。かえって謎ばかりが増えた感もあるが、警察による捜査に期待するとしよう。重ね重ね、今日のことは実に遺憾だ。時間を戻してやり直せたらどんなにいいか。私からは以上だ。これから誰に責任があるのかという天下合戦が始まりそうですね。まるで夢を見てるみたいだった。ケイトの手を掴もうとしたらスローモーションになって、ケイトも私の手を掴んで。あんな感動的な場面、俺生まれて初めて見たよ。ケイトを抱き留めた瞬間、拍手喝采、涙の嵐、スーパーヒーローみたいだ。どこが？身も心もボロボロだよ。何言ってんの？キラキラ輝いてるよ。背中に翼生えてもおかしくないね。ケイトのことが心配。あんな動画なんかのせいで、まさか死のうとするなんて。まああれだけ拡散されたらね。ウォーレンも見たの？一回だけだよ。二回だったかな。聞いて、こんなこと言うと変に思われるかもだけど、この学校で何か良くないことが起きてる。同感だね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。それからネイさんとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど、あり得ると思うよ。昨日のネイさんは普通じゃなかったし、マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？ねえ、あれ見て。太陽がどんどん欠けてく。急に寒くなってきた。マックス、今日は日食の日じゃないよ。絶対違う。間違いない。わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。Thank you.
今回はここまで。また見てね。